私の名前はエレン。還暦を迎えた人妻という立場でありながら、ノア、愛してるわ。私はこのチンパンジーと種族を超えた禁断の不倫関係にある。彼との出会いは今から4年前に遡る。どうだい、たまには散歩がてら動物園にでも行かないか。いいわね。夫と2人で訪れたこのベルギーの動物園で運命の恋に落ちたのだ。ノアという38歳オスのチンパンジーと目が合った瞬間、おい大丈夫か。雷に打たれたような衝撃が走り、私は人生で初めての一目惚れをした。家に帰った後も彼のことが頭から離れず、ノア今頃檻の中でどうしているかしら。いても立ってもいられず、翌日の開園と同時に私は一人動物園を訪れた。すると驚いたことに、彼は私のことを覚えていたようで、ノアこっちよノア。私を見るなり大喜びで駆け寄ってきてくれたのだ。彼の人間のようなコミュニケーション能力に私は驚かされた。賢いでしょ。チンパンジーと人間の遺伝子は 98.8% 同じなんですよ。チンパンジーはとても愛情深く、人間に最も近い動物らしい。何度か動物園を訪れるうちに、私たちはどんどん親しくなり、会いたかったわ。ガラス越しに会話をしながら投げキッスをするまでの仲になった。そのうち私は足しげく動物園に通うようになり。あ、またいらしてたんですね。彼に会いたくて。4年が経った頃には私たちは恋愛関係を超えた固い絆で結ばれていた。でもそんな私たちを飼育員は引き裂こうとした。ノアと適切な距離を保っていただきたいんです。人間と親しくなりすぎたせいで、ノアが他のチンパンジーから仲間外れにされるようになったというのだ。飼育員だけでなく、夫も私たちの関係に複雑な思いを抱いていたが。また動物園に行くのか。別にいいでしょ。この時すでに私の中で夫よりも彼の存在が大きくなっていた。私たちはこんなにも愛し合い、互いに求め合っている。でもこんな関係いつまでも続けてちゃいけないわよね。私の心は彼のもの。もうこれ以上自分に嘘はつけなくなっていた。そして私たちはついに一線を越えた。私、夫と離婚してあなたと結婚したいの。私の人生をかけた決断にノアは熱烈なキスで応えてくれた。帰宅するや否や、私は夫に別れ話を持ちかけたが、ノアを愛してるの。私と離婚してください。もう限界だ。いい加減目を覚ましてくれ。夫は私との離婚を承諾しなかった。その上、さらなる悲劇が私たちを襲う。申し訳ありませんが、お引き取り願いますか。何よ、一体どういうこと。なんと、動物園から出入り禁止を言い渡されたのだ。私と恋愛関係にあったせいで、ノアは他のチンパンジーから仲間と認識されなくなり、閉園後、いつも檻の中で一人ぼっちなんです。群れの一員と認められず、完全に孤立するようになったらしい。チンパンジーは群れで行動し、オスは特に序列を重要視するそうで、このままでは仲間から攻撃される恐れもあります。最悪の場合、殺し合いにもなりかねないというのだ。ノアがチンパンジーとして幸せに暮らすためにも、もう会わないでやってください。そんな。もちろんこんな一方的な措置に納得することなんてできない。私たちはただ愛し合っているだけなのに、他の来園者は彼に会えるのに私はダメなんて、そんなの不公平よ。ですから、先ほども言ったように、私は精一杯の抗議をした。しかし動物園側は一歩も譲らず、私たちはあなたの希望よりも動物の福祉を最優先に考えています。私への出入り禁止措置が覆ることはなかった。彼との仲を引き裂かれた私は号泣しながら家路につき、おい、どうしたんだ。動物園での出来事を洗いざらい夫に話した。このままお別れなんて辛すぎる。こんなのひどすぎるわよ。でも本当に彼を愛しているなら、君が身を引くべきなんじゃないか。でも夫の言う通りなのかもしれない。私は人間で、彼は動物園で暮らすチンパンジー。私がいるじゃないか。もう一度やり直そう。あなた、どれだけ互いを愛していても住む世界が違いすぎるのだ。結局私は夫との結婚生活を続けることを選んだ。大丈夫、きっと時間が解決してくれるよ。ありがとう。
結婚の誓いを破った私をこうして受け入れてくれた夫には感謝している。それでも私の心の中には今もやっぱり彼がいる。いつかまたノアに会える日が来るかしら。そしてこれから先もきっと彼のことを思い出さない日はないだろう。